はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。では、今回は低速の切断法バープキット続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、希望法を取って、まあ一旦ですね、アメリカ西海岸、こちらの攻略にも力を入れていきたいなという話をしたところで終わりになったと思います。で、今回はその続きになるんですが、まず内政の方はですね、まあ、軽く入れてあります。まあ、何をやったかというと、いくつか、対応事項を入れていまして、まず兵器開発のところですね。兵器開発に関しては飛行機ですね、新しくというところをいくつか入れています。で、物資援助とかね、この辺りもいつも通りのものを入れさせていただいています。で、艦隊の再編とかその辺りも進めていますので、一旦次のターンに進めてしまいましょう。で、1月の攻略目標、希望砲3月まで防衛を達成できれば、また臨場感がもらえますんで、そこでね、また新しく対応方針を決めていきたいと思います。イギリスもアメリカも爆撃機飛ばしていきますね。で、おお、アタカの海、改装していた空母が、改装が終わりましたね。まあ、順次ね、空母に関しては近代化の改装を行っていきたいなというところになりますね。まあ、これはいいですね。で、新技術としては、艦船用のレーダーと航空用のエンジンが新たに開発可能になっていますというところになりますね。で、今ですね、マダガスカルに飛行場を3つ作っちゃったんですけど、マダガスカルの飛行場には艦隊は入れずにですね、希望砲に飛行場を作りたいと思いますんで、ちょっとね、この3000円かける3個の飛行場代がもったいないなと今となってはなんですが、あるんですけども、飛行場を最優先で、作っておきたいので、一番最初に飛行場だけ作っちゃいましょう。一旦この希望砲を防衛拠点にしてですね、さっきもお話したように、対アメリカ戦にまた舵を切っていきたいなというところを思っていますんで、ここに3つ工場を作っちゃいましょう。飛行場ですね。で、4週間後に飛行場が完成するっていう運びになってますんで、まあ、ここに4週間後、飛行機を大量に配備したいなというところになります。では、いつもの通りスパイから入れておきましょう。そろそろどう？ドーバー海峡とかにもスパイ送り込みますか？で、あとは物資援助はいつもの石油の押し売りをドイツに仕掛けておきます。で、技術開発、今回はちょっと厚めに入れられるところ、厚めに入れておきますか。で、兵器開発はさっきの完成済みか、ごめんなさい、さっきのやつは完成済みのものですね。なので、一旦ここはこれにしておいて、だ、空母をいくつかと、ついに待ちに待った旧型戦艦ヤマト極みを作っておきましょう。ヤマト極みで、ヤマト極み、そうだな、虹ヤマト極み、虹にヤマトにしましょうか。虹にっていうのはね、何度かお話してると思うんですけど、僕の大好きな、タイのゴーゴーバーの名前ですね。虹に。じゃあ、これを一隻。で、もう一隻作りましょう。もうこれはね、ちょっと金の無駄遣いじゃないかというところもあるんですが、で、今度は2番目に好きな
虹4極みにしましょう。でお金をだいぶ使っちゃいましたけど、この後はいつもの正規空母。最近はもうこの大砲型ばっかり作ってますからね。今回もこの大砲型を作っていきましょう。で残りは今回はですね、実は今後の対アメリカ戦を睨んで飛行機をねちょっと新しく新規設計したいと思います。で今回じゃあどういうのが目的かというところなんですけども、今回目的にしているのはですね、ズバリアメリカの西海岸、ここにはアメリカの最新鋭の戦闘機が、基地航空隊に配備されていて、かつ敵の空母もたんまり出てくるということがあるので、まず敵の空母あるいはその水上部隊戦艦に関してはハワイを攻略した時と同じく潜水艦で叩きます。で敵の航空基地はですねかなり強力なので、まともに空母をぶつけると空母がやられてしまうので、空母は一番遠いところで洋上待機させておいて、敵の飛行機のレンジ外から攻撃を仕掛けて敵の航空基地を沈黙させる、まあ、アウトレンジ攻撃ですね。これを行っていきたいなというふうに思ってます。でそのために空戦能力は低くてもいいので、とにかく距離が長い爆撃機を作りたいなというところを考えています。では爆撃機作っていきましょう。まず空戦能力はさっきお話した通り大したことなくていいですと。ちょっと一旦ね、理想的なものを作ってしまってから考えましょうか。装甲をどんくらいにするかだな。ちょっと装甲を考える上で既存の今ある既存の航空機の装甲だけちょっと見ときますか。装甲は82か、まあ、やっぱ最低でも50ぐらいは必要になってくるな。こうなるとレップとか見てみても、よしよくわかりましたね。では これを元に作っていきましょう。走行は50、できれば80ぐらいあると、まあ、より安心かなっていうところですね。空戦能力はさっきも話した通り、まあそこそこでいいかなというところなんで、この武装に関してはちょっとこの後考えましょう。入れるか入れないかというのも含めて。で、装甲は一旦、60ぐらいで置いてみますか。で、航続距離は、そうだなぁ。どうしようかな、ちょっと悩ましいけど一旦7000で置いてみますか。でこの辺のね、夜間戦闘とかがちょっとできない状態なんで、これが今開発中なんで、ただこれを待ってる余裕もないんで、夜間戦闘可能な機体技術の開発が終わるのを待ってる余裕もないんで、一旦ちょっとこれで作っちゃいましょうね。で偵察能力に関して言うと、レーダーを、一応載せましょう。金がめちゃくちゃかかりますけどね。でその上で、爆撃の能力なんですが、爆撃に関しては500キロのロケット弾を配備で、急降下は可能にしましょう。これ急降下がないとね、敵の基地に関しては全く問題ないんですけど、空母とか敵の動いている戦艦に関しての命中率が全然変わってくるんで、ここは急降下爆撃は可能にしましょう。で雷撃は、まあ、必要ないんで、このままですね。でこれでどうなるかというと、
金が足りないと言われますね。しょうがない。もう一旦後で作りましょう。開発費用がだって4680でしょ。これめちゃくちゃ金かかるし、1機作るのに156のお金と186のアルミ。いやー、これは金がかかりますね。まあ、ただ、さっきからお話してる通り、敵の空母の空撃のアウトレンジから一方的に攻撃を仕掛けたいんで、まあ、ちょっとしょうがないですね、これは。ちょっと次のターンに持ち越しになっちゃいますけど。ちなみにですね、7000キロ飛べる飛行機って今のところうちというのは帝国海軍では多分ね、持ってないはず。多分一番飛べてもどうだろう。艦上戦闘機じゃなくてもないんじゃないかな。6000はちょっと飛べないですよね、普通。一番飛べるのでもやっぱ2000ぐらいになるのかな。なので一気にね、攻撃できる範囲が広がりますよね。一式の陸攻でも2800だからね。で、銀河が5000か。やっぱ7000ぐらいは欲しくなりますね、そうなると。ちょっとじゃあここは次のターンに持ち越しになっちゃいますけど、持ち越しましょう。次のターンでお金が大量に入ってくるはずなんで。で、マダガスカルと喜望峰にいる艦隊はちょっとまとめましょう、一旦。まずはマダガスカルにいる艦隊なんですけども、まず第1艦隊、これを一旦ハワイの方に転戦させましょう。で、第6艦隊は喜望峰で防衛任務に就かせます。第14艦隊は、マダガスカルから日本近海に移動して近代化の改装を行います。で、第15艦隊はこのままマダガスカルで修復。ちょっと8週間かかるんで、ここにいる従順と恵順はそれぞれ戻しましょう。喜望峰に戻します。で、ニジヤマトだけドック入りですね、しばらくの間は。で、あとは新しく艦隊ですね。そうか。この第8艦隊の中に組み入れちゃえばいいですね。どうしようかな。長門か。金剛型戦艦に関してはもうちょっと作り変える必要があるんで、長門型はもういっちょっともったいないというか、微妙な感じがしますけど、一度前線に出しましょう。で、さすがに金剛型戦艦に関しては一度改装してあげないと、今のアメリカ軍戦力に対して一方的にやられちゃうだけなので、戦艦金剛型ネームシップになってますけど、これに関しては一度改装しましょう。予定通り。ここは金剛を回として新しくね。航空機の数はちょっと減らしてでもいいので、航行速度も27まで落としましょう。その分、主砲とかをね、少し合計の大きいものに変えていきましょう。ここは46センチ砲に乗せ替えてだ。空砲も増強で、その上で、重要になってくるのが空戦能力なんですよね。対空攻撃能力って言った方がいいのかな。ここをね、ちょっと
大きめにというか、かなり厚めに増強していかないと、今後のね、アメリカ軍の航空戦力を考えると、一瞬で沈められちゃうので、66門まで増やしましょう。あとは、耐久ですね。ここも。思い切って増やしていかないといけないところになります。ここはもう上げられない？逆に。全体の走行を上げると限界か。この1ずつ開けてる意味があるのかというところはあるんですが、ここまでですね。よし、じゃあこれで金剛を解除して、新しく改装しましょう。で、再び戦場に戻ってもらわないといけないからな。もう戦艦はね、さっき作った T 型の戦艦2隻、これを最後にもう空母にやっぱりね、乗せ替えていかなきゃいけないですからね、主力艦を。まあもう T 型の大和極み戦艦は完全にネタ的な要素で作ってますんで。で、あとは輸送船ですね。作れるだけ作りたいけど、まあ、ちょっと1隻だけかな、今回は。さっきも言ったように、見てもらった通り、作りたいのは、超長距離の爆撃機を作りたいんで、さあ、では、これでターンを送っちゃいましょうか。防空艦が2隻新しく入ってきましたね。で、開発完了の新技術が2つ。新鋼材と大型ディーゼル機関に、あとは航空用の装甲素材が入ってきてますね。で、完成用の装甲コース。装甲素材3、あとは大型のディーゼル機関3、あとは航空用の新型機体が開発可能になっているという状態か。なるほど。ちょっとこれで希望砲を取ったことによる臨時予算がどんくらいつくかですね。お、2万5000か。これは大きいな。さあ、次の作戦目標なんですけど、どこにするかだよな。アメリカの西海岸を2ヶ月は厳しいんだよな。3ヶ月あればなんとかって考えもあるんですけど、フォークランド沖もきついよな。まあ、ただフォークランドの方がまだ可能性はあるかな。で、あとはアフリカの西海岸。まあ、一旦アフリカの西海岸を戦略目標にしておきましょう。実際攻めるかどうかは別にしてになっちゃいますけどね。では、スパイをフォークランドにも入れておきましょうか。で、物資援助もいつものものを入れておきましょう。で、技術開発、今回もいつもの500ずつ入れておきましょう。本当はね、2000ぐらいずつ、1000ぐらいずつドカドカっと入れてあげたいんですけど。航空用のレーダーはまあいいでしょう。対水レーダーはいらないんで。あとは、管制用の装甲素材もいいでしょう。一旦これでいいかな。そうすると。
ちょっとお金を節約しましょうね。で、ちょっとイギリス軍の国力の情報を見ておきましょうか。まあ、日本はね、ご覧の状態になってますというところです。航空機が1681機、画面左下。で、就航済みの艦隊は14。艦船数でいうと135になってますね。で、各資源の収入予想もご覧の通りになっています。で、ドイツはというと、いや、ドイツはもう本当に半端ないね、こうやって見ると。各技術レベルはほぼほぼ200になってるな。ただ鉄がね、全然取れないんですよね。鉄とアルミが。石油は備蓄量あるし、お金もめちゃくちゃありますね、というところですね。で、航空機も、あとは艦船数もそれなりにありますね。で、アメリカ軍なんですが、アメリカ軍とイギリス軍に関しては母港、つまりアメリカの西海岸、イギリスに関して言うとドーバー海峡にスパイを送り込んでいるので、これだけの情報が入ってくるっていう状態ですね。どうだ？アメリカの方も鉄は7800か、もうちょっと削っておきたいな。で、これを見ると予備がいっぱいめちゃくちゃあるけど、これ今多分作ってる最中だな。ってなると、早めにやっぱり西海岸攻めた方がいいですね。航空機の数は1472になってます。で、一方の大英帝国イギリスなんですが、イギリスの方は収入はバランスがいいですね。鉄がめちゃくちゃあるな。これまでにだいぶ備蓄してたんでしょう。逆にアルミの数はあんまりないんで、飛行機はこれ以上爆上げすることは難しそうですね。ただ、現状航空機1579持ってるんで、各国の戦力がほぼほぼ拮抗してきているなっていう印象があるんで、ここから頭一つ抜けるためには、やっぱり、まずはアメリカの西海岸で、さらに言うと、イギリスのやっぱりアルミとかのね、資金、あるいは資源の供給元を叩いておきたいですよね。そうなると、イギリスはどこからアルミを調達しているのかというと、どこなんだ？アルミの供給元を叩きたいな。こう、ラプラタ沖でめちゃくちゃアルミ取ってるな、イギリスは。他はそんなにアルミ取れるところないか。地中海、西地中海はね、なんとかドイツ軍に頑張ってもらいたいんだけど、その余裕はきっとないんだろうな。となると、まずはアフリカの西海岸でアルミ15を奪い取りましょう。イギリスから。そっからですね。で、さらに言うと、アメリカからこの西海岸を奪取する。これを一番の作戦目標にしていきたいんで、そのための活動をしていきましょうか。で、さっきできなかった航空機の新規設計ですね。これもやっておかなきゃいけないんで、しっかり入れておきましょう。今回は輸送船を10機、10隻かな。で、爆撃機ですね。これも新たに15作っちゃいましょう。で、爆撃機はマダガスカルに配備。で、あとはハワイに配備していきましょう。で、戦略爆撃を入れておきましょう。ハワイからは、アメリカの西海岸。で、さらにマダガスカルは、マダガスカルからは、どこがいいかっていうと、どうだろうな。まあ、ラプラタ沖でアルミを立ちますか。で、あとは、お金が欲しいので、最近だと喜望峰に輸送船をがっつり配備しましょう。お金がね、最近では欲しいんで、お金がもらえるところ、入ってくるところ、まあ優先的に輸送船を配備していきましょう。日本はどうなってるかというと、日本もね、ちょっとマックスまで上げちゃいましょうね。さあ、これで、一通りは行き渡ったでいいのかな？
この辺りはね、もう合ってないようなものなんで、南シナどうなってる？南シナ。南シナ15入ってるね。マレーがちょっと少ないか。マレーをちょっと増やしましょう。と思ったら輸送船が足りないね。次はじゃあマレーを優先的にね、輸送船配備してあげましょうね。で、航空機。さっき作りそびれたものを新規で設計していきましょう。艦上の爆撃機。とにかくね、距離が長い。爆撃機を作っていきます。で、空戦能力はさっき設定したのと同じ設定でいきましょう。で、装甲は一旦60ぐらいにしとく。で、航続距離はそれこそ7000。最高速度にちょっと影響が出てきちゃうけど、まあ、7000にしましょう、一旦ね。で、偵察能力にはレーダーを一応搭載しましょう。で、その上で爆撃の能力に関して言うと、500キロのロケット、ちょっと言えてないですけど、ロケット弾に急降下爆撃能力をつけます。で、魚雷は乗せる必要はないので、これで4320かかるんだな。ちょっと前よりも、どうだ？アルミの量とかが減ってるのは何でだろう？装甲をちょっと薄くしちゃったのかな？さっきよりも。これで最高速度550キロ、航続距離7000キロなんで、これで作っていきましょう。で、こいつはですね、どうしようかな。虹二にしましょう。これも虹二長距離爆撃機にしますか？長距離爆撃機。これで14周かかるんだな。14周後に合わせて空母を大量に用意しましょうね。今回空母がどんくらい作れるかな。空母は4隻ぐらいは作りたいな。作れる？作れるね。全然作れるね。空母を4隻作りましょう。11周後に作れるんだな、空母が。で、他の改装しなきゃいけない空母もあると思うんで、ガリガリ空母を作って、さらには、改装も入れていく。もうこの新しく作っている空母とか、この辺りはもう全部ハワイ方面に差し向けましょう。もうちょっと大型の空母作れるかな。ちょっと新規設計一回入れてみますか。試しにね。まず主砲はいらないんで、このままでいいでしょう。航空機の数を、そうだな、どんくらい欲しいかっていうと、80ぐらいあるとすごく助かるなって感じもするんですけどね。で、航行速度は27まで下げちゃいましょう。出た。この上で、装甲化するっていう意味で言うと、ずかずかずかーっとね、上げていきましょう。いや、これ新しく空母を設計したいな、本当に。戦艦並みの防御力というふうに謳った超装甲空母みたいなのがあるとね、すごくいいかなと思うんですけど。どうです？この空母結構いい感じに仕上がってると思うんだけどな。78機搭載できる装甲空母、
いや、これが完成するのに6週間かかって、さらに製造に十何週間かかるのか。で、開発費用2176。これは欲しいけどな。作ろう。で、それまでのつなぎとしては、やっぱり空母は作りたいので、空母をね、作っていきたいんですが、空母、空母。今、空母ですからね。11周かかる空母、もう1隻だけ作りましょう。あとは、随伴する艦艇として、恵順を、これもね、ある程度数が必要になってくるんで、数を作っていかなきゃいけないんですよね。まあ、ただ2週間後とかで作れる、2週間とかでね、恵順駆逐艦を作れるんで、これは逆に後回しにしちゃってもいいな。で、むしろ今は潜水艦ですね、潜水艦のを作っていきましょう。で、12、3週間後、つまり14週間後か、長距離爆撃機が完成する直前あたりに、一気にね、この軽巡クラス、あるいは駆逐艦クラスを作っていけばいいですね。あと防空艦も忘れずに作らなきゃいけないな。まあ、直接戦火を交えない、そういう、テーマをもとに長距離爆撃機作ってますけど、万が一敵に接近されたり、敵の空母から先制攻撃を受けたりするなんてことになるとまずいので、そうならないために、あるいはそうなった時のために防空艦、これもちょっと作っておかないと不安がありますね。でも、あの7000キロの超長距離の爆撃機によるアウトレンジ攻撃はね、結構有効な対アメリカ戦の切り札になるんじゃないかなと思ってるんですよね。特に西海岸は、こちらから攻めるいるときは、本当に端っこから敵の航空基地に対して迫っていく形になるんで、もう本当に洋上で空母を待機させておいて、7000キロ飛べる飛行機を発艦させて、一気に敵の基地を叩いてしまうっていう作戦を行えば、無傷で基地をね、取れちゃうんじゃないかなと思うんですよね。さあ、ではターンを送っていきましょう。というところなんですが、今回ちょっと戦っていないんですけど、艦隊戦をお届けできてないんですけど、30分経ちましたね。早かったな。というわけで、今回は一旦ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにさせていただきます。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方は、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。